突然ですが皆さんは節約旅は好きですか？安いに越したことはないですね。フリー切符使うことが多いからな。ただ、フリー切符が使えなかったり、微妙に使い勝手が悪い時ってありますよね。まあ、たまーに。本日はここ上野から大宮まで行きたいのですが、IC で473円、切符で480円らしいです。ここからさらに安くできるものなのですか？そりゃ動画にしてるくらいですから。で、その節約術なんですが、ズバリ、分割乗車券です。分割乗車券？名前の通り、乗車券を分けて買うって方法です。ふむ。今回は普通に買うと480円です。しかし川口駅で分けて買うと440円。40円安くなってる。安くなっても40円ですか。節約効果はわずかですが、塵も積もれば山となるのが分割乗車券です。分割乗車券は指定席券売機で購入できます。まず画面下部の乗車券を選択。乗る人乗車人数を選びましょう。ここですが、今回は普通列車のみ使うので普通列車を、上野から乗るので上野を出発駅に。そしたら到着駅を選ぶ画面が出ましたね。まず最初の分割駅である川口駅を選びます。ってことは、最初は上野から川口までの切符を買うのかな？そういうことです。1枚目の分割切符の通りの切符を買います。そんなわけで1枚目の切符を購入です。2枚目は基本同じ手順で分割駅から到着駅までの切符を買います。それで完了でしょうか？はい。2枚に分割する場合は切符を2回購入すれば OK です。ところで、分割乗車券を3枚以上買うとさらなる節約効果が期待できることも、その場合は買う切符の数だけステップが増えます。注意すべきは、分割駅同士が発着駅となる場合もあるという点です。例えばこの例だと、東京から蒲田、蒲田から東神奈川、東神奈川から大船の切符を買う必要があります。ま、一応2枚でも節約効果は得られますが、大きく効果を得るなら程よく枚数が多い方がいいです。走行しているうちに2枚の切符が手に入りましたね。ところで改札を通るときはどうすればいいの？それなんですが、入場時は入場駅から最初の分割駅までの切符を通せば OK です。今回は上野から川口までの切符ですね。前置きが長くなりましたが、これから改札に入っていきましょうか。ところで、本当にあれでちゃんと乗れるんですか？もちろん。区間さえ合っていれば乗れますよ。というかこれがルール違反だったら動画にし、あれが乗る電車だね。2312系上の東京ラインですね。乗り換えなしで大宮まで行けそうですね。別に奥の京浜東北線で行ったり行ってもいいんですよ。遠慮しておきます。宇都宮線、普通電車、駒行きです。そういや分割したら安くなるというトリックについて、まだ触れてませんでしたね。まず、JR 線は知っての通り距離で運賃が決まります。結構細かく運賃が変わりますよね。そうなんです。それが意外と細かく、東京と仙台で初乗り運賃すらも違ったり、また距離に応じて加算される運賃も走る場所や路線によって細かく違います。だいぶ細かいね。これらをうまく利用して乗車券の運賃を美味しいとこ取りしたのが分割乗車券です。じゃあすごい長距離でも分割すれば安くなりそうですね。あんまり長距離だと効果がなかったり、他の手段で移動した方が安かったりします。あくまで中距離の移動に使うべき、って感じかな。ですね。近距離だと分割効果なし、遠距離だと他の方法を用いるべきという感じです。さて、川口駅を通過しています。あれ、分割駅で降りなくてもいいの？その必要はありません。目的駅まで一つ飛びしても大丈夫です。そうなんだ。ところで、分割乗車券で遠距離を移動する際、結構重大な欠点があります。購入に時間がかかる以外に何かあるのですか？それは途中下車ができないという点です。でも分割した切符で、遠距離の切符を1枚で使うといいことあるんですよ。100キロ以上で各大都市近郊区間帯に発着駅がはみ出す場合は途中下車義務です。それと分割乗車券に何の関係が、そう、
分割の仕様によっては100キロ未満の区間が存在せず、結果として自由に途中下車ができないという事態に陥ることもあります。長距離を乗るなら旅のスパイスとして途中下車して観光したいもんね。そこは分割乗車券がフリー切符より劣る点ですね。ですが日付を問わず使えるのは分割乗車券の利点ですね。ですね。それとフリー切符では元を取れそうにない場合も有効かも。いやー、ボックスシートは早いですね。もう大宮ですよ。ボックスシートは早い。ところで、改札を出るときはどうするの？入るときは1枚しか通さなかったけど。それなんですが、コミュ障にとっては少々きついかもしれません。友人改札に行って分割切符ですって言えば通してもらえます。駅員も手慣れているようだったので、そんなにビクビクすることはありませんよ。さて、ここまでは普通列車で移動しました。もしかして新幹線にも乗れるんですか？そうですそうです。では乗っていきましょう。乗車券はさっきと同じように買います。分割する駅に気をつけて買ってくださいね。慣れるまでは丁寧に操作した方がいいですね。ここからは特急券の購入です。注意すべきは、乗車券をすでに買っているということ。つまり、この画面で乗車券を購入する必要はないということです。よって、ここでは特急券のみ購入を選びます。帰りの特急券を購入するかは状況に応じて選んでください。これで完了ですかね？はい。特急券を買う場合は操作回数がさらに1回増えるので注意です。さて、切符の枚数は3枚になりました。これは通す順番がややこしくなりそう。まず在来線のホームを通る際は出発駅の切符を1枚だけ通します。ここはさっきと同じですね。新幹線の改札を通るときは乗ってきた区間の切符と新幹線乗車区間の乗車券、特急券を入れます。新幹線乗車区間より後の乗車券はこのタイミングでは入れなくても構いません。あとは普通に乗り込むだけかな。ですです。さあさあ、新幹線を堪能しましょう。やってきたのは E2 系新幹線。東北、上越新幹線で走っている新幹線です。もうだいぶ長いこと走ってますよね。新幹線楽しみです。新幹線大好き。二人とも感想が5歳児並みになってますが大丈夫ですか？新幹線でコーヒータイム、駅ナカフェのコーヒー、いいですよね。さて、分割乗車券を購入するにあたってちょっと注意すべき点があります。それは新幹線別線扱いの区間です。別線扱い？さっきの図を静岡までに改変して、まず東海道線って大体並行して東海道新幹線が走ってますよね。そうですね。ですが、ほとんどの新幹線は一部区間において在来線からそれます。例えば三島から静岡まで新幹線に乗る場合ですが、東海道新幹線に新富士駅がある一方で東海道線に新富士駅は存在せず、あるのは富士駅。というと、三島から静岡まではそれぞれが別の路線扱いってこと？そうです。さて、これで行くと三島と静岡の間にある東海道線駅での分割ができなくなります。そこは分割するときに注意が必要そうな区間ですね。こういった例は他にも複数あるため、分割乗車券を購入する際はお気をつけください。分割乗車券はせいぜい数十円から数百円程度の節約に過ぎないですが、何回も繰り返せば結構な額になりますね。それを列車のグレードアップに使うのもいいかもね。いやはや、朝10時の新幹線、快適ですね。世界が終わる寸前みたいな空してますね。さらっとやばいこと言わないで。ところで、区間によっては特急券を分割すると安くなるケースもあります。前に浜松から三島まで乗った動画が出ましたけど、あれですか？ですです。ただ、18切符を使う際に有料となる区間の割合は少なめですね。山陽新幹線区間が使い勝手がいい感じな程度ですね。
幹線の改札を出るときは、入場時と同じ切符を通します。自動改札でいいんだ。すると乗車券が出てきます。こんな風に。残りが1枚になったらもうあとは普通に自動改札に通すのみです。有人改札を通る必要はないんですね。あくまで所持している切符が残り1枚になった場合のみ、ですけどね。というわけで本日は分割乗車券でした。汎用性高そうだったよね。ちょっとした移動にぜひ使ってみるといいかもしれませんね。ぜひ旅行手段の一つとしてお役立てください。というわけでご視聴ありがとうございました。またねー。よろしければチャンネル登録、高評価などよろしく。